いやあの、全員パヨクだから。君なんか勘違いしてるけれども、全員パヨクなんだからどうしようもないんですね。その中で、保守としてね、まあ保守というかね、右側の思想で戦う人間っていうのは、残念ながら日本第一党しかないんだって言ってるんです。で、君たちがね、すぐにこう、ツルピカ・ハゲマル党って言い出すけれども、そのツルピカ・ハゲマル党は、今回出してきた人間は、ユダヤ人大好き。で、さらに、 ツルピカハゲマル党の,の政策は、ツルピカハゲマル党のね、えー、政策ですよね。政策では移民是正ですよね。移民政策の是正。反対じゃないんですよ。まあ評価したければ勝手に評価すればいいけれども、評価できないでしょうに、ね。まあだからね、我が道を行くっていうかね。まあそんなことやったら敵だらけになっちゃうだろう。なっても我が道を行くんです。それが日本第一党ですから。 日本第一主義の下で考えれば、すべてね、明らかなんですよね。答えってのはもうおのずとわかってるわけでしょうに、ね。日本が一番なんです。だから何事も日本を最優先で考えれば、移民問題にしても絶対に反対に決まってるでしょ外国人生活保護冗談じゃない。ねえ。そう、答えはすごくシンプルなんですよ。日本のためを考えればね、日本第一党しかないでしょって言ってるんですよ。それ以外のね、政党で、 で、自分たちこそ日本のためにやってるんだっていうんだったらやりゃいいんだけれども、でもみんなどこかしらで必ずね、妥協するんですよ。もうひどいところになると、あの、パチンコ議員と手を組んだりとかですね。NHK 問題をほったらかしてね、ほんで何やってんだか知らないけれども、こんな感じなんですよね。まあ、だからね、こう、一つの政党、一人の政治家ぐらいは、自分が打ち立てたね、信念という。 ね、方針を最後まで貫くだけの着替えを見せなきゃいけないと思うんですよね。まあもちろんこれからね、日本第一党がそのね、着替えを示し続けられるかどうかっていうのはわかりませんけれども、少なくとも桜井20年間ね、着替えを示し続けてきたわけですね。だからこそ、未だにね、皆さんの先頭に立ってるんです。